コンスタンティン・パブロビチ・リソフスキーは、ソビエト連邦、ロシアのテノール歌手、音楽教師、ロシア共和国人民芸術家、レニングラードに生まれる。1951年に、バラノフ記念航空学校を卒業し、工場で勤務する。1953年、歌手を志して受けたモスクワ音楽院、付属音楽学校の試験に合格し、以降3年間同校で学ぶ。 弁学と並行して1954年からは、アレクサンドロフカと踊りのアンサンブルに所属、頭角を表しソリストに抜擢され、海外公演や録音に活躍している。モスクワ音楽院附属音楽学校に続き、グネーシン音楽教育大学でも研鑽を積み、こちらは1967年に卒業している。同時期に音楽コンクールへ出場。 1965年のグリーン化コンクールでは6位、入賞。翌1966年のチャイコフスキー国際コンクールでは3位に入賞した。グリーン化コンクールに入賞した1965年からモスクワフィルハーモニー協会のソリストに迎えられ、1997年までの30年以上に渡り活躍した。1979年に母校である。 クネーシン音楽教育大学で声楽指導をはじめ、1998年に教授に昇格している。現在は教授職の傍ら、アレクサンドロフカと踊りのアンサンブルのソリストの歌唱指導も務めている。以下はメロディア録音。ありがとうございます。